ブラッケンハイム。ブラッケンハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す小都市。821ヘクタールのブドウ栽培面積を持つ、ビュルテンベルク最大のワイン町である。また、テオドールホイスの出身地としても知られる。ブラッケンハイムは、ハイルブロン郡南西部、郡町所在地である、ハイルブロンから南西15キロメートル、 サーバー後一方のサーバー側沿いに位置する。農業は、もっぱらぶどう栽培に向けられている。ブラッケンハイムに隣接する市町村は、南西から時計回りに、クレーブロン、ギュクリンゲン、エッピンゲン、シュバイゲルン、ノルトハイム、ラウフェンアムネッカー、以上、いずれもハイルブロン軍、キルヒハイムアムネッカー、ペンニヒハイム、以上二つは、ルートビヒスブルク群、ブラッケンハイムは、 クレーブロンと共に行政共同体を形成している。ブラッケンハイムは全部で八つの地区からなる。ブラッケンハイム自身のほか、ボーテンハイム、デュレンツンメルン、ハーバーシュラハト、ハウゼン・アンデア・ザーバー、マイムスハイム、ナイペルク、シュトックハイムである。ブラッケンハイム地区には居住区、ブルガー・ミューレ及びザンクト・ヨハニス・ミューレが、マイムスハイム地区には居住区、 ベレフィュー、オベーレシェレンミューレ及びウンテレシェレミューレが、ナイペルクには、ナイペルク城及びその農場が、シュトックハイムには、シュトックハイム城とその農場が属している。シュトロムベルクとホイヒールベルクの間の地区には、5000年から6000年前から、すでに人が住んでいた。ボーテンハイムとマイムスハイムは12世紀に、ヒルザウ文書に登場する。ブラッケンハイム自体は、 1246年にサイゾルフ・フォン・ブラッケンハイムがヒルザウ修道院にボーテンハイムとマイムスハイムの所領を依存したと同じくヒルザウ文書に初めて登場する。ブラッケンハイムは1280年にルドルフ一世・フォン・ハプスブルクに都市圏を与えられた。この都市は計画的に作られ当時の死壁跡が残っている。 112件の家屋が消失した1691年の大化の後、市は大部分を再建しなければならなかった。丸くと広場も新設する必要があった。1424年に建造をされた旧市庁舎も焼け落ちたため、市議会は1776年に旧市庁舎後に新しい庁舎が完成するまで旧浴場を利用した。1806年に ブラッケンハイムは、オーバーアムとブラッケンハイム、オーバーアムとは、昔の地方行政区分。1934年からは、ブラッケンハイム軍に改装の本部所在地となった。1938年に、これが廃止された後、ブラッケンハイムは、ハイルブロン軍に併合された。バーデンイコール、ビュルテンベルク州の自治体再編の時代。 1971年から1974年までの間に隣接する自治体、ボーテンハイム、デュレンツィンメルン、ハーバーシュラハト、ハウゼン・アンデアザーバー、マイムスハイム、ナイペルク及びストックハイムがブラッケンハイムに合併した。建築地域の勢力的な拡大により、地区の一部は融合して、目覚ましい人口増加が生じた。 1995年から2004年までの間だけで、ほぼ2700人の人口増加があった。ブラッケンハイムは、ビュルテンベルクのプロテスタント地方協会、ブラッケンハイム協会管区の本部所在地である。ブラッケンハイム、ボーテンハイム、デュレンチメルン、ハウゼン、マイムスハイム及びナイペルクには、それぞれ独自のプロテスタント協会組織が存在している。 ハーバー・シュラハト及びシュトックハイムは共同の教会組織に属している。シュトックハイムにはカトリックの教会組織セイウルリヒ教会があり、ハーバー・シュラハトとエッピンゲンのクラインガルタ8区もその管轄下にある。ナイペルクはシュバイゲルンのセーマルティヌス教会に属す。ブラッケンハイムのクリストスケイニヒ教会がブラッケンハイムの他の地区を参加に収めている。ブラッケンハイムには 福音派自由教会、バプテスト教会、新宗教のエホバの承認が、ボーテンハイムにはメソジスト教会が、マイムスハイムには新首都教会がある。ブラッケンハイムの市議会は30人の議員からなる。議会では、これに議長を務める市長が加わる。ハーバーシュラハとマイムスハイム、シュトックハイムの3地区にはそれぞれ地区議会がある。議員数は、 ハーバーシュラハトとマイムスハイムがそれぞれ六議席、シュトックハイムが五議席である。図柄、赤字に四つ足で立つ銀色の猟犬。黒い首輪と銀の金具をつけている。死の色は白から赤である。1301年の現存する最も古い、この死の紋章にはすでに名前にちなんだ紋章として猟犬が描かれている。犬は何、世紀もの間に、 様々なポーズで描かれた、例えば立ったもの、吠えているもの、跳ねているものがある。16世紀からは、様々な付属品、首輪や鎖が描かれるようになった。色は、おそらくしばしば、マインズ選定校の霊園としてしばしばこの地を治めた、マーンハイム家に由来する彩色のまま、変わっていない。1953年にブラケンハイムの市議会は、最も古い印象に基づき、 現在の紋章を制定した。さらに2001年に、ポーランドのオーバーシュレージェイン地方、ザブロスロイスと友好協定を締結した。これに加えて、フランスのルルド、ウェールズのニースポートタルボットとも友好協定にけて、協議を行っている。ブラッケンハイム文化フォーラム協会は1994年から、城の礼拝堂を客席数200のホールとして利用して、 コンサートや演劇を行っている。2000年にこの町出身のテオドールホイスの生涯を展示する私立テオドールホイス博物館がオーバートーア通りに開館した。同じ地区には1968年からすでにテオドールホイス記念館があった。ボーテンハイム地区のブラッケンハイム郷土協会の郷土博物館では郷土資料が展示されている。ブラッケンハイムには サーバーラウエン自然保護区、ボーテンハイム地区及び、ハーバーシュラハトタール自然保護区、デュレンチンメルン地区、ハーバーシュラハト地区がある。ブラックンハイムは、ビュルテンベルク最大のブドウ栽培地であり、ビュルテンベルクワイン街道沿いに位置している。この地域では、西暦700年から、ブドウ栽培が行われていたことが証明されている。821ヘクタール、2005年現在の畑では、 多くの種類のブドウ、例えば、レムベルガー、トローリンガー、シュッペートブルグンダー、リースリング、マスカット、ケルナーなどが栽培されている。ブラッケンハイムは、単に、ビュルテンベルク最大のブドウ栽培地というだけではなく、ドイツ最大の赤ワイン生産地でもある。1200件の農家が加盟している、ブドウ栽培者共同組合の他にも30以上、独立生産者がおり、 独自にブドウの栽培、ワインの出荷を行っている。ブドウと自然の学習路では、ブドウの種類や過去から、現在のブドウ栽培について学習することができる。また植物種や動物種についても紹介されている。広域自動車道への接続は、隣接するラウフェン・アムネッカー、連邦道、B27 号線あるいは、シュバイゲルン、連邦道、B239 号線を利用する。 公共交通機関としては、ハイルブロニイコールホーエンロエイコール、ハルキンコ交通のバス路線が通っている。鉄道網へは、やはり隣接するラウフェンアムネッカー、フランケン鉄道及びシュバイゲン、クライヒガウ鉄道を利用する。廃線になった、サーバーゴイ鉄道には、ハウゼン、マイムスハイム及びブラッケンハイムに駅があった。ブラッケンハイムでの出来事は、 日韓紙ハイレブロナシティマの南西部版に掲載される。市発行の週刊広報誌にも全市の出来事が掲載される。ブラッケンハイム病院が創設されたのは1960年代で最近改装された。この病院は病床数130で240人が働いている。ブラッケンハイム区裁判所は判事一人だけのバーデンイコール。 ユルテンベルク州最も小さな裁判所である。この裁判所は、シュトットガルト上級地方裁判所管区、ハイルブロン地方裁判所の管轄下にある。この市には、通常の基礎家庭、本家庭の学校のほかに、サーバーゴイ・ギムナジウム・ブラッケンハイムとヘンリー・ミラー、学校、養護学校、旧サーバーゴイ養護学校がある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。